株式会社カウボーイは、かつて北海道内を中心にスーパーマーケットを展開していた会社。創業者の中野明が食肉卸し店を始めたことが始まりである。1973年10月25日に、資本金200万円で株式会社金市を設立。土日限定の食料品専門店の1号店、カウボーイ不思議店を開業。開業後、 会社名も株式会社カウボーイに変更した。カウボーイはアメリカンスタイルのショッピングセンターをイメージした店舗を目指し単なる形にはまった店舗ではなく型破りな怖いもの知らず日々挑戦者をイメージとして名付けられた。開業当初は常日の通り土日限定の営業の食料品、専門店であったが後に毎日営業となり酒、電気製品、医療品、 スポーツ用品、洋服を取り扱うようになる。酒、米、ガソリンなどの価格破壊的な連売構成で人件費を抑えて価格に還元することを狙い、見事成功した。1990年代にはモール型店舗の開発を開始。この時、大手スーパーも本格参入していなかったため、モール型店舗の草分けとなった。開発の際の融資は、 メインバンクであった北海道拓殖銀行が不動産担保があれば積極的に融資した。1997年11月15日に北海道拓殖銀行がさらに1998年10月28日には日本長期信用銀行が相次いで経営破綻した。メインバンクの相次ぐ破綻はカウボーイの運命を大きく変えてしまう。 2000年に入ってから、イオンやイトヨーカドー等の大手スーパーが北海道に構成をかけ、カウボーイはスーパー事業の他に、スーパー銭湯、割烹温泉、ガソリンスタンド、パークゴルフ場、スーパーでは前例がない葬儀事業にまで着手、それらをカウボーイの敷地内に出展し、大手スーパーとの差別化を図った。ところが2001年に、 アルコール系自動車燃料の格安販売を始めるが、ガソリンとほぼ同等の課税対象になったため撤退。さらに牛い面上の王将問題で、食肉部門が大打撃を受ける。2004年には、上越店内に、割烹温泉上越の湯を開業させた矢先に、新潟県中越地震が発生すると、カウボーイにとっては大きな痛手となった。 さらに小型スーパー事業で日面やサンドラックと提携を結んだ上で買収したドリームハウスとデイリーカウボーイを入店させたミニ複合施設の展開や東京等の首都圏進出を企てるなど積極的な対抗策に出るものの銀行の融資性が従来の不動産担保重視から収益性重視へと大きく変わって 資金を得られなくなったことも重なり、2001年9月期に684億円、あった連結売上高も2006年9月期には492億円に急落。カウボーイは余力がなくなっていた。2006年12月にゴールドマンサックス証券とスパークス証券の支援の下で経営再建が決まり、創業者の中野はすべての職を辞任した。 関連市会社の生産及び譲渡、不採算店舗の閉鎖等を行い順調にことが進むと思われたが、追い打ちをかけるように2008年3月にリーマンショックが発生し、経営再建に暗雲が垂れ込めた。2008年7月には、福岡県発祥の大手スーパートライアルカンパニーが、ゴールドマンサックス証券が所持していた、発行済み株式の30%弱を譲り受け、 カウボーイはトライアルと業務提携を行った。同年9月からカウボーイからトライアルに野号変更を行ったが、食品関連はカウボーイが調達していた。2010年1月21日にカウボーイはトライアルに吸収合併され解散、約42年の歴史に幕を下ろした。カウボーイを追われた中野は2008年にアウトローを創業し、原点に戻る形で、 金土日限定営業のディスカウントショップを札幌市内で3店舗展開またネットスーパーも展開している。2014年現在は3店舗あったうちに店舗を閉店し、本郷店のみの営業となっている。ネットスーパーは現在休止中。は、カウボーイが吸収合併で消滅するまで存続していた店舗を指す。旧カウボーイ手稲店広報資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。